ございます。本日は初めてのお店さ、パラッツォ鳩ヶ谷店さんにてギガゴーストでございます。じゃあまず1万円、まあ、パラッツォ鳩ヶ谷店さんはあの日直島田さんがよく寝台撮影とかをされていた店舗さんなんです。こんなこんなで、じゃあ初めてのお店さんで今日も1日頑張ろうぜというわけでですね、今日のガロミッションペッペレー、私がミッション3つ達成いたしますと MSO マスク3名様にプレゼントいたします。はい、じゃあまず1つ目のミッションは魔界チャンス10連以上、まあこれもう毎回。はい、で2つ目のミッションは今回はね、7点煽りを成功させろ。そして3つ目のミッションはガロフォリューで当てろ。以上の3つのミッションを達成できたらストアにて絶賛発売中の MSO マスク、カーキ、今日つけてるやつと PKS マスクですね、パープル、あと定番のレインボー MSO マスク、マスクの指定はできないけどプレゼントいたしますので応援してください頑張ろう。見ました皆さん、下校の旅人 58% の衝撃っていう、名古屋2店舗でテスト導入されるっていうので、そのねスペックの詳細が明らかになりましたけど、まあ、結局どんなスペックかっていうと、突入率が 58% 上がって U タイムなくしましたよっていう、で初回の出玉減らしましたよっていうスペックが、まあ、名古屋の2店舗だけでテスト導入されるらしいんですけど、ね、今更そのスペックでどうなんだろうって思ったんですけど ね衝撃っていうからにはバイクのガロさんブラックぐらいの衝撃なスペックにしてほしかったですけどね。174ゲームから2枚目です。おっといい指導ガロフラ、186ゲーム、しかも赤い背景ゲジレン、いいねいいね、やっとガロ SP 行くんじゃないですかこれ。投資は21,000円、上ゼロペンペンのペンでございます。はい、緑まで行きました。さあギジさんですごくいいもの連れてきてお願い。オープニング来た、これギジさん時にガロフラッシュが出ないとオープニングです。はい、コメントでたくさん教えてもらいました、ありがとうございます。オープニングしろ、お盆騎士ガロ、いいね甲賀くん、本はダメだよ本は、まあ、通常召喚です。オッケー、音で書いていけないからず。はい、本日初のフェイスオブガロ完成。はい、前兆は風、まあ、甲賀召喚なんでライが行けば濃厚でしたけど、アスモディ、まあ、今日行けばちょっとチャンスでした、残念アスモです。まあ、通常ガル SP なんで7点煽りのチャンスです。貸し1番、うん、緑まあ7点煽りはこう前半の予告弱めの時の方が出やすい気がするんで、おめめ緑からのもう7点煽りのタイミングない、終わり、終わった、あもうないですね。まあ、最終ボタンでもあればって感じかな。まあちょっと弱い、やったいったいった、よしここからここからここからです、ここからです、ここからです、いいよいいよいいよ、めっちゃ早いよ、お計ろ、はいはい、残念ながら通常ガローが、なかなかここ極み翼人完全金色、あれ極み翼人ガローが完全金色は見られない。4点だったんで3で止まりましょう、止まって止まって止まって、ニャウ、あーよいしょ、最後止まるまで分かんないです。はい、ギガゴーストでラウンド昇格したのシダの時以来してないからそう1回ぐらいね実戦で出したいんですけど、 6%、 もう 53% ってね取れないよね。うわー、最低単発、もうね今のあたりで
戦国モード入ったと思い込めましょう。はい、231ゲーム3枚目です。3枚目いってらっしゃい。行かないでくれ。はい、今日のご飯は餃子の満州塩ラーメンと餃子のセット740円です。いただきます。まあ、最近すごいエヴァとリゼロが面白いって言ってるんで、ガロはガロはっておお言われますけど、ガロも面白いんで、お2段階いった。325ゲームガロ SP いきます。しかも王林からスタート素晴らしい。投資はね27,500円。文句言ってたらまた来た。あー王林か。緑フラ赤フラのチャンスだし、王林翼人行かず、いいね。ご飯 OK、 赤フラ来た。ご飯戻ってきて一発目、あれ二度付けしないんだ。あら、まだ疑似2の段階で緑フラ切ると、まあ来ると大体赤フラ行きますよね。こうがノーマル召喚です。本だけは許されない。オッケー、アニメから緑保留までか。あ、コクーンに乗ってるんでチャンスです。でクロウもいたからチャンス。扉は緑でちょっとだけチャンス、まあ、発展したのチャンスです。はい、うるさい音来ますよ。うるさい音来るよ。はい、うるさいの来ます。うるさーい。うるせーつ。コウが召喚だったんで、まあ牙に行けば、お炎です。牙に行けば濃厚、パパに行けばチャンス。はい、甲賀なんで普通です。はい、アスモディ、まあ、7点煽りチャンスです。通常のガル SP、 タイトルの色は歌詞1番、まあ、緑。あーいつものやつ、もう歌詞1番で緑帯当たり前のように来るよね。まあ、でも前回アスモディの緑タイトルでそんなチャンスアップもなく当たってるんで、お7点降り、残念、当たんないわけじゃない。 OK、 今ね7点降り来た瞬間胸がギューってなった。でもちょっと外れたんで残念ながらミッション達成とはならず。はい、368ゲームか、やばいです。何枚目。ちょっとかなりやばい、まで何もないんだけど、もうね早くギガ後の収録終わらせて違う台打ちてんだわ、わしゃ。はい、529ゲーム、ちょっとガチめに泣きたい。5枚目です。後ろの方当たりました。いやーマジ何なの毎回。ほんと泣きたい、なんで毎回こんな目に遭うんだ。ギガゴースト100万入れます企画も、ギガゴースト100万打ったらいくら負けんのかみたいな企画になってきてる。616ゲーム47,000円使ったところで大移動します。良くないと判断したのでこちらへ、あ出た、285ゲームの台に移動します。移動してきたら速攻でヒロインステージですよ。だけど BGM 変更してるおかげでなんかちょっとそんな嫌な気持ちにはなってないまだ。はい、348ゲーム最後の諭吉です。6枚目分母超えたらもういつ当たるか分かんない。それがギガゴースト。あすごい、赤来たで久しぶり。54,500円。54,500円。必ず戻るの赤ホロ流赤、423ゲームでガロック1でしたね今。そう、もう頼むよ本当、これでマカちゃん行こう。白図天敗かガロスピー中に7点しましょう。で緑フラ、まあ多分この時点で緑フラ来たんで赤フラ来るね、ほら。でも待望か、いいよいいよ、大移動成功したと思いたい。ライターは一度付け、
どうやどうやこれどう見ます。うわお前か、通常召喚ライガー。ちょっと本当に本だけはやめてね。多分ねアニメ発展だよね、扉開きっぱなしなんで、まあ、ここで絆取れないかな。でも絆取らない方がいいか、7点煽り今日目標なんで。で多分フェイスオブカロー、はい、なんかね扉から全回転とか出てくるやつツイッターで見て、うわめっちゃいいなと思った人。さあ問題は発展どこ行くか。まああのアスモディ行ったら残りになっちゃうんで、まあおそらく牙かなって。パパ行けばちょっとチャンス。オッケーピンホクスター、これは外せない牙ですね。いやじゃこれ外したまでも赤死2番青からの青か、どうだろう、ガロザエ来ない、まあ、あとは気高く吠えてくれることを。あ吠えた、当たりです。まあ残念ながら7点煽りなかったですけど、やった大移動成功やげす。で当落時のボタンバイブも大当たり濃厚です。よしこれでマカちゃん、マカちゃん入れないとまあ意味はない。残念ながら通常のガローガです。あーまあ一途だからね、一途柄だったんで、一途柄でも上がるときは上がります。うわーお願いしたい。いやー嘘でしょ、5万4500円使ってるんですけどね。いきましょう。うわお単発です、打つしかない。あひでえ、ひどい、ひどい、スルーした、残酷よ。145ゲームともう1万円ないので、木口5000円。いやちょっと ATM 行こうかと思ったんですけど近くにいなくて、とりあえず5000円入れてから考えます。おぉゴロホリュー来た、うっそちょっと待って待って、ミッションチャンスです。当たればミッション1個クリアお願いします。もうね今6万1500円使ってる。168ゲーム激アツ、ガロホ激アツ。おぉ指導時激アツ、これは外しちゃいかん。あとはちょっと墨絵顔だったからせめて王林、あと白酢天杯にしてくれ。おし赤フラ、死滅、つばさびと、オッケーオッケー、いいよいいよ。あらー無限ガロ軍どうなのこれ、どうだろう。本すんなよ、本すんなよ、本すんなよ、すぐにすぐに、お顔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 ドゥン、お顔ドゥンドゥン、うわ本した、やばい。こうが、うわちょっとどうだろう、めっちゃバランス悪い。歌詞2番赤帯7点煽りお願いします。歌詞一番え、ガロポリューと無限ガロで外す、ポンポン青外すなよ、まあ、一応お目目赤まで来てました、どうでしょうか。あいった、一応いった、ミッション一つクリアです。ガロホで当てる、あ、まあ、一応スイッチオンマンが7点煽り失敗しても多少その突入率上がると言ってましたけど、どうでしょうか。
お願いします。ちょっと怖かった、外れるかと思った。7で止まろう。お願いします。よっしゃー、 ありがとうございます。泣ける。61,500円かかった。わあ、もう本当に涙が出そうです今。もうね、拗ねて帰ろうかと思ってましたよ。ちょっとここで10連できればミッション2つクリアになるんだよ。3、2、1。はい、1、まあ、油断はできないです。最近1でめちゃめちゃ落ちてます。周りの人がびっくりするような。もう魔人いきましょう、魔人。はい、魔界がない。ちょっとね、前々回魔獣とか選んで寒かったんで、ちょっと。はい、弱攻撃ならばお願いします。 OKOK、 魔人で弱攻撃はで 1図あたりだったんで、あー、ライガかタイガ来てくれると思うけどな。あ、めちゃめちゃ怖いです今。うわー、嘘でしょ。どうしよう、落ちたら。嘘でしょ。おけー、びっくりした。なかったれか。また1。はい、もう本当にヒヤヒヤさせるのやめてほしいんだよな。サクッと10連したい。魔獣、魔界、魔界は魔界でしょう。オッケー。この安心感が欲しかった。さっきのマジで心臓に悪かった。さっき本当なんか体中からもわーんってなったもん。もやもやしすぎて、なんか本当にやばい時ってこう体がしびれるの分かります？なんかじわって、それがね、起こったの。3、2、1、8、11ときて8。まだまだなんすわ。おー、魔獣魔獣魔人、魔人にしよう。オッケー、よかった。あー、怖かった。あー、怖い。でっかっちゃんだ。よし、もうこれでもう女子が2人揃った。あ、赤ずです。ありがとう、よかった、嬉しい。じゃあね、魔獣ゲートあったらホラーバトル行った方がいいのかな。あ、魔獣ゲートあるね。じゃあ魔獣で行きましょう。誰かお助けが来てくれるといいな。ホラーバトルの時にね、ホラーと戦った時に。はい、ボナファルツ森本レオさんです。はい、攻撃を受ける時に誰か来てくれたらそのお助けが揃うんで。これは耐えるのみのやつです。誰も来なかった。友達いないガロちゃん。女の子からモテるけど男友達いないタイプのガロ。はい、当然です。赤ずあたりだったんで。1、8。バラバラなんで魔界でいきましょう。また女の子が来ちゃう。あー、すごい嬉しい。かわいいよ、かわいいよ、メアリー。次継続が確定すれば満発です。やっと少し喜べる。3、2。あー、やった。満発はね、濃厚です。よし、だいぶ戻ってくる。よかった、半分以上戻ってきました。魔人でタイガかライガ、タイガとコウガ、あれ？タイガとライガの助けを取りたい。
オッケー。もう開かずあたりじゃなければもう見たくもない顔ですよ本当。はい、じゃあ特攻撃ですね。なんかさ継続するって分かってても嫌だもん。めっちゃなんか胸がムカムカする。本当トラウマ。誰か来て。オッケー。タイガーのフラグゲットです。はい、1。いいよいいよ続けばいいよ。魔獣魔人。魔獣で。またへたれてしまった。あ、モロクモロク。弱い弱い。星さんからの星に。ボタン一発。なんでモロクだよ。モロクですよ。めっちゃ弱いで。あ、メーターが、あ、オッケーオッケー、よかった。すごいなんかゆっくり上がるタイプだったから。6。魔界いきましょう。あ、もう一回続けばね、10連チャンだからミッション2つ目クリア。あー、やらかしたか。今ねインカメラのライト切れてバッテリー変えてたんですよ。中攻撃、いやー、やばいな。ちょっとやばかったな。あー、お父さん来て。あー、ダメか。お願い。あー、幽霊か。老朽魔界騎士。おお、やった、復活した。これは嬉しい。完全にダメだと思った。よし、じゃあこれで10連だからミッション2つ目クリア。212。魔人、もう魔人行こう。いや、最近なんかこの並び多いんだよな。あ、星4以上出たらやばいってことで。イシュターブなんで、まあ星3だから大丈夫だと思うけど。うん、星3、星2。まあ、いくら魔獣ゲートとはいえ大丈夫だと思いたい。お願いします。あー、ボタン一発。よいしょ、 OK。 あー、気持ちいい。ちょっとね、まくり見えてきましたね。いけるよいけるよ。3、はい、6。なんかもう違うモードやるとか頭にもなかった。もう投資がさ6万とか超えちゃうと自分の財布が優先です。はい、魔界ゲートで行きます。ごめんね、なんか遠くて邪魔だよ。角台じゃないからさ。 OK。 あ、まくれたかもしんない。もうまくり。さあ、第1のエンディングもね、ちょっと見えてきたけど、第1のエンディングはね、もう1回お届けしてるから言い訳。もうモード変えたくない、終わるのよ。だからまたバラバラ。魔界でいいです、魔界で。オッケー、安心安心。女の子ばっかり。3、2、1、2、2か。2万発超えたらパパのモードをやってもいいかな。はい、またバラバラか。帰り、魔界でいいよ、もう。 OK。なんか魔人選んでるかのごとく来ますね。安心安心、マカちゃん。あ、
っていうかそうじゃん、もうそうだよね、タイガのフラグと絵本フラグ揃ってたら次エンディングボーナス見れましたね。残念ながら今ライガーのフラグしかないん で、メタルホラーも持ってないから16連ぐらいしなきゃダメなのかな。エンディング MS を押したい、久々に大馬さんやりたいな。はい、1位、まあ安心はできない。さ、自分の動画見返しててもさ、めっちゃ1で落ちてるよね。一瞬濃厚かと思ったんだけどな。じゃあ魔獣でいきましょうか。素体ホラーとか出てきてる。やばいか、やらかしたか。星5から星4、まあ、どうでしょうか。まあ、やばいですね、やっちゃいましたね。誰か来て、誰か、あ、弓矢だ、長押し。まあそうだよね。そう、なんかこの最初に3マスでででって上がるのあんまり良くないよね。あ、いった、おー、よかった、やった、表記2万発超えました。いや、よかった、まくった。いや、まだ全体マイナスすぎるからあれだけど、すごいよ、自分ですごいと思うよ。マイナス6万1500円まくりましたよ。すげえな私、毎回。ああ、嬉しい。あれ、次何連目、次15連目。はい、じゃあ魔界にしよう。ああ、そんな気がした。あー、今日攻撃なんか私毎回そうだな、なんか万発超えたとか2万発超えた言うとこうなっちゃう。まあまあ頑張った方だよってもう諦めてるけど。これはちょっとな。終わった感がすごいな。あー、まあそうでしょう、あれ星もないね当然。はい、いや頑張った頑張った。おっさん、守りし物いただきましたよ、頑張った。上皿分入れたら2万発あります、ないぐらいかな、もう少し打ちます。はい、101ゲーム、何もなかったんで終わりましょう。お疲れ様でした、カドオワです。はい、本日も肝を冷やす実戦となりましたけども、はい、本日の投資が6万1500円で出玉が1万8250玉イエス。まあ、残念ながらミッション2つだったので今回プレゼントの方はまあなしですけども、もう毎回ね下げ上がりそうなんですよ、もうストレスで投資かさみすぎて。で今回ももう6までやめようと思ったんですけど、まあ意地の樋口でやっと当たって本当よかったです。ハラハラさせてすいませんでした。まあなんとかねプラスに持ってけたんでよしとします。でこれで、まあ、またね、まだまだちょっとギガゴーストの旅は続きますけども、ぜひともこれからもお付き合いよろしくお願いします。少しギガゴも連チャンするんだなというところをなんとなくお見せできるようになってきたと思うので、はい、来週もぜひ楽しみにしてください。今回もサチオめっちゃ頑張ってたやんと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。はい、それでは本日も最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また来週もよろしく、バイバーイ。疲れた。